チェコのビールの特徴とはヨーロッパにある共和国チェコ。ここはビールで有名なのをご存知だろうかチェコのビールの特徴。とにかく安いのがチェコのビールの特徴。500ml で160円程度は驚き。にもかかわらずチェコでは素材の良いビールの原料が現地で作られているのがそのうまさの理由。美味しい水はもちろん、 ホップや麦にもこだわりが見られるチェコのビールとしてはピルスナーやブドバルなどのブランドが有名ピルスナーはホップの香りが強烈なのが特徴ブドバルはバドワイザーのルーツだ原料のクオリティはもちろんのこと独特のホップの処理法がチェコ独自の美味しさを引き出すコクがあるのにまろやかというのは他ではなかなか味わえない ビール好きにはたまらない国チェコではビアホールや日本でいう居酒屋のようなところならもちろん飲めるしどのレストランでも基本ビールはあるただ瓶ビ,ビールは一つのお店で複数の銘柄を扱っているが生ビールの場合は一つのブランドに絞っていることが多いのでこだわりがあるならお店に入る前に確認をチェコにハマったユッキーがおすすめのビアホールはウフレクーやウカリ派 俺はといえば、移住したこのフィリピンで冷えた氷をガンガン入れたサンミグライトに未だにはまっているが、ビール好きにとってのチェコの魅力。チェコの国民は世界一たくさんビールを消費する。コーラよりもビールの方が安いのが、まさにビールが水のような存在であることの証明。有名な観光地である旧市街広場では、チェコビールを楽しむ外国人の姿がよく見られる。 また、チェコの魅力は、年間を通して音楽祭や、様々なマーケットなど、たくさんのイベントが開催され、ビールを飲む機会にこと書か,かないこと。千年の歴史を持つプラハなど、中世のヨーロッパの街並みの中で美味しいビールを楽しみ、日本とは違う味わい深さを感じられるのは間違いない。ちなみにこの国は、ドイツや北欧のように、クリスマスマーケットが有名。残念なことに、 テロ事件が頻発している他の国を考えるとチェコはヨーロッパの中では治安が良く日本人には穴場的でおすすめできる海外脱出先にチェコを選び現地で作った友達と毎日ビール三昧で禁酒できない綾野。飲みすぎの毎日から少し離れるためにしばらく対滞在を考えているようだ